です。つくもやよ。7月4日今日は3人もついとるな。土木建築には向かへん行けや。六曜は戦勝、急ぐは勝ち、午前は吉で午後は今日。時間は水の絵、絵画を示す世の水、種が地面に落ちて春を待つ状態を示しとる。十二支はドーラ、陽の木、春が来て万物が再び活動を始める状態を示しとる。ほね、この十巻と十二支からおよご行を読むと、水晶木、日は水に養われるいうことで、造成、物事が順調に進むいうて。最初で創生ってな、なんや、勢いあって良さそうな感じするけど、残りらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。ほな、またねー。